高価銀行カードロ、みなさん、久しぶりです。みなさん、今回の動画では BTS の話なんですけど、明日、韓国では大学試験ですよね。それでこうやって BTS が受験生の方々に応援のメッセージを送ったんじゃないですか。でもこの短い動画の中で、テテさんがグクさんにいたずらするポイントがありますけど、皆さんが気づいてないと思いまして、それを皆さんにお伝えしたいと思います。じゃあ、この動画を見ると、ここでテテさんが一回、イボネって言ったんじゃないですか。その後、もう一回言うんじゃないですか。だからもともとテテさんの順番だったらしいですよ。でも多分ここまでが予定されてたその話で、その次が急にグクさんに一言お願いしますって言ったと思いますよ。その理由としては、この反応を見てください。メンバーたちのその後のメンバーたちの反応急にって感じですよ。その後、ジミンさんの反応があんなにって言ったんですよね。だからあんなに急に質問みたいな。そしてその後、グクさんの反応も見てくださいね。だからもうこういう反応を見ると、だからテテさんが急に質問してから自分は知らないふりする、こういう表情するのも面白いですよね。それでグクさんがちょっと慌てて、大丈夫ですよ、大したことじゃないですよっていう感じで言ったら、そこで清水さんがまた若干いたずら、大したことありますよってその後、いたずらしてからこういう笑顔で BTS の動画を見ると、こういう細かいところを見てみると、メンバー同士仲良しがすごく見えて、それがやっぱり見て楽しくなるポイントだと思いました。はい、皆さん、とにかく私が用意した動画はここまでですけど、これからも BTS に関しての動画たくさんアップロードする予定ですので、ぜひチャンネル登録してまた次に行ってくださいってことでしょう。